ドキドキしてたけど、レブニャンさん、ミホさん、ユウトさん、イシケンマシーンさん、ツーマさん、トシヒロさん、ありがとう。シュウさん、パイノミさん、レブニャンさん、ありがとう。お昼に見ると幸せな気持ちになりましたね。イエイ。認識やってなくても見れた。なんでだろうね。ヨシネコンサート一般オーバーで、お待ってます。今日も可愛いお疲れ様。ありがとう。踊りのパルコにミチがいる映像はなんか驚くなんでよ。案内役めちゃくちゃ上手やし楽しかった。本当？よかった。エスカレーターの時、エスカレーターの時時々止まエスカレーターの時時々止まってた。なんかね、あれだったらしいよ。おーちゃんさんありがとう。もうパルコのスタッフさんの携帯で配信を、携帯をお借りして配信をしてたんですけど、もうパルコの従業員さんの携帯だったからさ、パルコの Wi-Fi に途中でつながっちゃって、んで止まっとったらしい。パネルもチェキも届くみたい。そうなの？あれじゃん、フラゲ日。わあ、明日フラゲ日だ。アンバさんありがとう。そうそう、本当はなんか30分ぐらいの予定だったらしいんですけど30分ぐらいの予定だったんですよ、あの配信。ちょっと待って、これめっちゃ面白い。私は面白かった話なんですけど、そう、あの配信は30分ぐらいの予定でね、でそういう30分ぐらいの体で、あの台本に書かれてたんやけど、なんか結局めっちゃ早く終わっちゃいましたねみたいな言ったら、あ、思ったよりエスカレーターが早く進んだわみたいなエスカレーターもっとゆっくりかと思ってたら意外と早かったわって言って、そう、それを聞いたときは面白かった。イマムーさん、キョウちゃんさん、ヤグペコさん、ありがとう。ヤマチさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。山地さん、おめでとう。おめでとうございます。おめで山地さん。なんか唇の色薄いかなって思ったけどさ、逆にいい、逆にいい、意外と。なんか先にさ、メンソレタム塗ったらさ、あんま色つかんよね。これは女子の保湿マニアあるあるかもしれんけど、じゅんさん唇をさ保湿することがめっちゃ好きなんですよ。そう、メンソレータムが一番好きなんやけど、その中でもうね、もう
あの緑と白のやつ、ほんと80何円とかのやつが一番好きなんかね。なんて言ったらいいんだろう、ベトベトしないしサラサラになるじゃなくて、なんかね、なんて言ったらいいか分からんけどね、本当に気持ちいいんです。2リットルボトルを直で飲むって豪快ですね。これ500ミリリットルですよ。私の顔が小さすぎて500ミリリットルが2リットルに見えました。ごめんごめん。はい、コクさんのしげさん、浜団子さん、ありがとう。未知のトークがスムーズすぎてまいた。え、でもね、なんかね、デブニアさんありがとう。なんかコメント読みましょうっていう時間もあったんやけどさ、台本の中に。私が忘れてた、ごめんなさい。今むさんありがとう。今日私ね、もうお風呂入ってさっき、今上がりたて、23時ぐらいに上がって髪乾かして、そう、歯磨きして前髪だけ巻いてパッとでやってきました。で口塗りました。おま花団子さん Thank you。 下りのエスカレーター側を行ってからの楽しみ。そうね、あの人はねちょくちょく言ってたけど、おめでとう。なんかスキンケア変えてからツヤツヤになるんですよね。本当ね、わかるよね。あのね、なんて言ったらいいんだろう、もうね、メソレータムって素敵なんですよ。なんて言ったらいいのかね、あの唇切れたことない。え、自分ね、もともとね唇が荒れないんです。本当に結構なんか荒れた記憶も、ま、ほぼなくて、普通にいつもそれなりの水分は保たれてる唇なんですけれども、あのメンスレータムさんを塗ることによって、なんかなんて言ったらいいのかな、シルクのようになるというか、そう、なんて言ったらいいんかな。今日パルコ行った、ありがとう、嬉しい。顔ちっちゃくないよ私。いや、みんなのコメント見たかった、本当にありがとう。ね、私なんかさ、パルコのさ、パルコ、広島パルコさんのアカウントでインスタライブしますとは言われてたけどさ、パルコでやってますともさ言ってなかったじゃないですか。そうそう、だからさ、そうそうそう、ねえ、メンソレータもスースーするとこもいいよね。スースーするところも大好き。ほじさんありがとう。うん、TikTok の時の服じゃない。これはね、スヌーピーです。色付きのリップクリーム。寝る前、寝る時にメンソレータム口の周りに超たくさん塗る。わかる。なんかメンソレータムさんってさ、メンソレータムってさ、もうどれだけはみ出してもどれだけ塗ってもなんか厚塗り感もないですし、逆になんか浸透していくというか、なんかもともと自分の口がすごくねいいものだったかのような、あの自然なツヤ感も出ますし、
すごくおすすめので、なんかこういうあのティント系のリップとかあのねマットだったりとかしたらちょっとそのムラが出たりとかするんですけれども、あのメンソレータムさんを塗ってから塗ることによってその下地としても使えてそのマットな感じに仕上がりつつもムラはできないっていう素晴らしいんですよね。オレリーさん、浜団子さん、デブニアさん、天気メンソレートも唇荒れる人用のアイテムだと思ってた。そうなの？じゃあ唇が荒れる方を荒れっていう意味でマイナスとして捉えるとマイナスからプラマイゼロになるところ、私はプラマイゼロからプラスになってるからすごく評価してるのかな。いやちょっと美晴さんありがとう。もしつかねて B アイドルのスピンクリア、ああ使ってるのいいね。まむらない、見てください、この唇ムラがないでしょ。これディオール、コッコがくれた、めっちゃ可愛い色、昨日くれたんやけどね、誕生日プレゼントとかではなくくれたんですけど、めっちゃ可愛い色でね、買うか迷ってたんですよ。だから嬉しかったし、なんかローズっぽくて大好き。ココありがとう、ユキさん、ラスカルさんありがとう。ねえ、指原さんのコスメみたい。メンズがメンソレータム使ってぶっちゃけどう思う？何も思わない。いいんじゃないですか、いいことやん。ちょっとナチュラルメイクが似合う？本当？ジュンが寝るときにつけとるのはこちらです。あ、ドゥブドゥンドゥブドゥンドゥブドゥン、オーイエー。ね、見えますか？はい、これはこちらはジル・スチュワートさんですね。ジル・スチュワートさんのローズだった気がする、ロージーズ。まあでも匂いとかはついてない、無香料。誕生日は2月19日で、好きなカレーパンは中に卵が入ってるカレーパンがあるんですよ。あのね、なんつったらいいんだろう、半熟かなのサクサクのカレーパン、あれめっちゃ美味しくて好きです。カレーパン好きなんですよね、まあ、パンが好きなんですけど、そう、お惣菜パンだったらカレーパンが一番好きかも。そう、これこの普段はメンソレータムさんで、夜寝るときはジルシツワさん。なんかそう指で取ってこう塗ってるんですけど、これはあのお天気お姉さんをしてたんですけど、私終わる時に河野さんがお疲れ様って言って3年間ぐらいその番組に携わらせてもらってたので、お疲れ様っていうプレゼント
でいただいたやつです。ほのたんは白だったかな、をもらっておりました。誕生日はどれ塗るの、これかな、今これにめっちゃハマってるから。ほんまに可愛いこの色351、これめっちゃ可愛い。なんかね、ちょっとでも可愛いのにね、重ね塗りしても可愛い。今むさん、浜団子さん、Thank you。 じゃあうずらの卵あんまり好きじゃないわ。あ、私うずらの卵あんまり好きじゃないわ。なんで2回言ったって思ったけど、思ったでしょうけれども、ラスカルさんありがとう、福島太郎くんさんありがとう。あれなんよ、あのおとんさんありがとう、かよさんありがとう。自分の好きな、あ、自分の好き苦手な食べ物なんかそんなにないと思ったけど、こうやって久しぶりに、久しぶりじゃないこうやってなんか不意にね見つかるんですよね。ジルスチュアートのハンドクリームっていいんすかね。あ、いい匂いするけど、私はシャネルが一番良いと思う。まあ、他のハンドクリームもそんなに使ったことはないけど、サンハルの女子ができるの知ってる？知ってるよ。一言一句同じツッコミした。ほんまに？見ながら喋ったの？一人ごとで語るくらいならば。導入うますぎてびっくりしたよ、自分。自分の導入がうますぎて笑っちゃった。アルさんありがとう。ジミニアさんありがとう。ということで、あさっては何の日ですか？あ、かわいい。明日6時半ぐらいに起きなきゃいけないんですよね。はい、ブブー、正解はリリース日でした。ということで、じゃん、今日事務所から CD をいただいてきましたので、あれ、これもう開いていいのかな、まだダメ、もしや、アニメサンタカンパニー真夏のメリークリスマス主題歌って書いてある、かっけー、初めての主題歌、ね、みちゅってね、中とか、まあ、ここはねもう出されているのであれなんですけれども、明日フラゲ日ということで、明日ねゲットできる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、初回限定版の B タイプ、タイプ B を、まあ、私だけでここから開けてみたいと思いますので、皆さんも私の反応を楽しんでください。世界で一番に見てやる。誰が出るかな、誰が、いや、裏もいいですね。ていうかね、あの歌詞のさ、書いてあるやつ、歌詞カードめっちゃいい。なんか全タイプ見たんやけど、今日めっちゃ良かった。劇場版が良かったね。いや、でも、おお、いい CD ですね。ああ、手触りがすごくいい CD です。あ、かっこいい。なんか、なんつったらいいんだろう。良いわ。
あ、 CD の手触りめっちゃいい。何これ、 DVD の手触り最高。 CD はちょっとザラザラじゃないけど、この CD の音がこれ、 DVD の音がこれ。あ、ジュンは DVD の手触りが好きだな。いやでもかっこいいこれ。ほっ、これ気づくかな、私が初回限定版のタイプ B のあの DVD の方を撮ろうとした時の右側私です。これ分かる人にしか分からん、うん、分からん人には分からん。これ絶対だって私のね、ここしか映ってない、ここでほぼ分からんと思う。まあ、でもこの黄色チームの4人の中で誰かって言ったら、自分私みちかなみたいななると思うけど、これ分かる人にしか分からんから、よかったね。 STU 豆知識が1個増えたやん。自分で気づきたかった。あ、ごめん、何も言ってないよ。お、いいですね。あ、いい。初回限定版のタイプ B には僕はこの海を眺めてるが入っておりますね。これはあれか、あの精鋭部隊の歌か。お、 MV も公開されましたので皆さんぜひ見てください。ちとうち PR 舞台なんですよね。精鋭ってつけちゃう自分いつも。お、いつも支えてくださっている皆様のお名前が ST48 スタッフのところに書いてある。あれ？手紙じゃないや。写真入ってないじゃん。あれ？これ写真入ってないやつなんや。うわ、初回限定版じゃけえか。うわー、写真欲しかった。そうじゃ。ね、メンバーによってね、映っとるのと映ってないのあるもんね。自分初回限定版しか映ってないけんさ、そうなるとさ、時が経って2年後とかにこの CD 買おうと思ったらさ、おらんよね。そうじゃった、そうじゃった。でもこの初回限定版のタイプ B は私の素晴らしい写真があるので見てくださっちゃ。大阪のひろしだよさん、ゆきさん、ありがとう。今日はもう疲れすぎてて、もう疲れて、はい、みちの一番いいところじゃん、ここが。いいんか悪いんか分からんけど。プースかピーですね。
会わなきゃ。会社の同期がしてユニゾンのライブに行くらしい。いいな。でもあっちのこの開封配信で皆さんきっと楽しみが増したでしょう。明日フラゲ日、そして明後日が発売日なので楽しみに。基本的にみちが一番好きだけど2期生が好きになってしまった。私は止めませんよ。みんな可愛いし、いいところいっぱいあるだろうからね。そうなんだ。疲れてる割にナチュラルメイク、口しか塗ってないって言ってるやん、さっきから。そう、もう明日も、明日はさ、今日より多いんです。しかも朝早いし、明日、今日より、明日、今日より朝が早くて早起きをしなくちゃいけないよ。人生で生活の中で一番嫌いなの早起きかも。早起きだ。早起きって変なイントネーション。それでは壇上を読みます。13位渡辺さん、12位友岡美さん、11位聖子さん、10位なっちゃんさん、9位きみさん、8位おさん、7位まさじさん、6位オレリーさん、5位夏目さん、4位 M ケンさん、3位ホジェさん、2位つばゆうすけさん、そして1位はドルルルンジちゃんつーもさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルンジちゃん TMFM さん。 Thank you。 それでは今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。ロバイチャロバイスミッチュー、ありがとう。頑張ります、明日も。